陸上自衛隊生徒の、制服陸上自衛隊生徒とは、陸上自衛隊において、もっぱら教育訓練のみを受ける、総予定者のことである、第24条、第2項ただし書き3章、若年時から教育を施して、技術部門における総を要請するための制度であり、昭和30年の制度開始から、延べ1万7千名を採用してきた、少年自衛官の続称もある、 従来の陸上自衛隊生徒は三島陸士の階級に任命されるとともに、陸上自衛隊少年高科学校に入校を命ぜられた。卒業生の約9割が最終的に幹部に任官し、一部は1歳以上の高級幹部になるなど活躍している。なお、本制度は防衛省における総人権費削減の一環として、平成21年度入隊者を最後に募集を終了。 現在は、定数外自衛隊員の、陸上自衛隊高等高科学校生徒となっている。陸上自衛隊生徒、陸上自衛隊高等高科学校及び、隊員の削減も、参照要因区分に応じて、施設学校、通信学校、武器学校の、各生徒教育隊へ140名が三等陸士として、入隊、1959年4月に家庭を、 終了して120名が三島陸層に任じられた。生徒の募集にあたっては、日本教職員組合から少年自衛隊員募集の改善要望が防衛庁に寄せられ、1955年1月19日、両者の間で教育委員会や学校を隊員募集の窓口としないことなどを了解している。施設学校、通信学校、武器学校の各生徒教育隊を、 竹山駐屯地に集約、生徒教育隊として、前期教育を担当これにより4年間の教育終了とともに、同行通信制家庭卒業資格を取得できることとなった陸上自衛隊生徒は、中学校卒業者から採用される、非人気生隊員で三島陸士に採用される、人用権者は陸上幕僚長、4年間の家庭終了時に三島陸僧に、 承認するとともに高等学校卒業資格を取得することができた。前期教育を行う少年高科学校は一条校でなく卒業時には高卒資格を持たないため、防衛大学校、航空学生等を受験するときは大学入学資格検定を受験し合格しなければならなかった。1988年の卒業単位の改正に伴い少年校科学校卒業時に高等学校、 卒業資格を得ることができるようになり、前述の大権なしで防衛大学校、航空学生等へ進むことも可能になった。一時期は、生徒枠といわれる推薦枠が存在。なお、陸上自衛隊生徒は、制度創設から第55期生の募集まで、男子のみを対象とした制度であった。年齢制限により、高等学校卒業者は採用されることはなく、 中学校卒業者のみによって構成されるものである。入隊と同時に少年高科学校に入校を命ぜられ3年間の前期教育を行う。2学年終了時までは全生徒に一律の教育が行われるが3学年進級時に家庭分けを行う。それぞれ電子科、機械科、航空科、土木科、応用科学科に分かれ別カリキュラムで教育を受ける。 三学年終了前におのおの職種を選択し、校舎特科は、校舎学校へ、航空科は、航空学校か隅ヶ浦校へ、通信科は、通信学校へ、武器科は、武器学校へ、施設科は、施設学校へ、気候科と野戦特科は、富士学校へそれぞれ入校し中期教育として8から9ヶ月間行われる。その合格部隊へ配属され部隊実習の形で、 後期教育を行い、丸4年の生徒家庭の修了時をもって3層に任官する。生徒教育では、技術部門を担当する初級陸層として、基礎的に必要とする指揮能及び体力を与えると、共に品性を投与し、将来陸上自衛隊の中堅となるための素地を養うことを、教育方針としている。三死制度自衛隊法上は、三等陸士の階級に指定される。 自衛官を陸上自衛隊生徒に限定はしておらず、同法第36条第1項は3等陸士を含めて任期の定めを置いている。もっとも3等陸士の階級は陸上自衛隊生徒に採用されたものの階級としてのみ運用されており、一般隊員として入隊したものには2等陸士の階級が指定されている。また、自衛隊生徒の任用等に関する訓令第二条により、 陸上自衛隊生徒については自衛隊法第36条第1項の適用を受けない非人規制隊員となっている。なお、三等陸士の階級は平成22年10月1日付をもって廃止された。ただし、陸上自衛隊生徒として採用された第55規制までは、三士の階級廃止後も身分は自衛官のままであり、従前の教育を受けていた。 承認複製通常の陸士の制服にエンジン色のネクタイを着用する。エンジン色のネクタイを着用するのは、陸上自衛官の中でも、陸上自衛隊生徒のみである。陸装候補者気象を両襟に着用する。帽子は、聖帽や作業帽の他に、規別ごとに色が分けられている、識別棒を着用することが多い。以前は、聖帽襟、検証。 袖に赤い一本線を引いていたが、91、式制服への更新とともに廃止された。勤務に応じて、勤務腕章、生徒会役員や模範生徒などの役職に応じて、気象を着用する、教育期間中における、役職等成績優秀者をもって、生徒体生徒会長として、創立記念式展示において、舞台指揮官を務めるほか、各学年の式を担うことも多い。 堺井県第31代北部方面総監、竹本隆二第39代西部方面総監、教育や学校を募集の窓口とせず、少年自衛隊問題で了解、日本経済新聞昭和25年1月20日11面、ABC 大誘拐、2018年12月17日閲覧、湘南高校通信制と提携していた、ため高等学校の卒業は、 当初から四年生であった。そのために、少年校科学校を卒業した約一年後に、湘南高校の卒業式に参加するため、少年校科学校に再結集するのが長らく続いていたが、この制度の移行によりそれらが不要になった。同時に防衛大学校や航空学生等を受験する際に必要だった、大学入学資格検定が不要になった。ABE 防衛大学校に合格したが、 大学入学資格検定に不合格になり、進学できなかった生徒もいる。職種を選ぶ前に、本人の希望や適正等で区体分けを行う。通信科、校舎特科、野戦特科、気候科、航空科のいずれかに進む。電子科のみ、3学年時に本校を離れ通信学校へ、数ヶ月間入校し、教育を受ける。気候科、武器科、施設科のいずれかに進む。航空機整備。 施設化へ進む。武器化へ進む。一般基礎学の授業内容は一律だが、専門基礎学は都がごとに内容が違う。各職種学校のことを3層へは、それぞれの舞台で承認する。昭和55年度募集パンフレットより引用、西村金一日本安全保障戦略研究所、昭和57年3層の時に土木科の助教だった。第26期生卒業アルバムより、 A, B, C 高等高科学校 HP より、防衛省人事発令防大33、上坂すみれいの文化部は夜歩くおたかる番、少年高科学校は、秘密の花園サンスポ。httpww.sanspo.com、おたけある、ニュース、2016万1 0 7 OTC16 兆17億2153万 1N1HTML2016 年10月14日、閲覧、ありがとうございます。